ちは今からこれを食べる。ちっちゃい版一味唐辛子っていうのの柚子七味。おいしい。これわあ。で、昨日はリセット公演ありがとうございました。楽しかった。本当に楽しかった。で、今日じゃない、昨日あれから、めっちゃね、なんかね、昨日おとといはバックダンサーに出させていただいたんですよ。でバックダンサーでちょっと準備をしてて、ふっと鏡を見た、なんか前髪斜めじゃないかって気づいて、こう切っちゃったの、ちょっと。でも斜めを揃えただけだから、ほんのこの2ミリとかなわけよ。でさ、2ミリとか引いてないのに、昨日さリハでこうクリスマス、予約したクリスマスみたいな曲をやったんですけど、それのねリハでそれを一番最初にやったので、予約したクリスマスの最初って A メロじゃなくて A メロかとかがみんな丸さんマリアさんで並んでるの。それ見たりしたら、めっちゃ丸さんに前髪短く切った？みたいに言われて、いやそんなみんな切ったっていうほど切ったの先週だしなとか思いながらやって、そしたらマリアさんが「それずっと思ってた」みたいに言われて、で終わって、誰だったっけな、他にも何人かにも「前髪切った？」って言われて、でみんな別に切った覚えないっていうか、それ2ミリぐらいしか切ってね、最近は。1週間前だもんだって切ったの、全然伸びない。それでさ、本番とかやってたら、ずっと丸さんが前髪短いのをめっちゃ「前髪短い？」って言ってくるよ。そう、前髪短いって言われる。そんなねこれはそんなに、もうびっくりよ私も。そんな短いかとか思いながらさやってました。はーい。あ、これマジさ5分ぐらい経ってるよ。入れる、七味を入れる。あっ、めっちゃこぼしてもうた。まあそんなに辛いの得意じゃないんですけど、調子の出たくさん入れてしまった。こんな、あれ見えない、こんな、あら、うわ、思った以上にたくさん入ってる。ちなみにさっきお昼ご飯としてラーメン食べました。ラーメンの後のこれやばいかな。でも昨日ね、本当にリハ終わってから本番までの時間が1時間とかしかなくて、で初めて見ない衣装が、いつもマルさんの衣装をお借りしてたんですよ、2階。でも昨日初めて上野遥さんの衣装をお借りして、だから水色だったの、中盤衣装が初めてで、それでフィッティングって言ってしないといけないから、リハが終わって衣装を取ってフィッティングして、でフィッティングを一番最後にオープニング衣装を着て、そのままずっと待ったんね。でメイクも終わってなかったから、もうやることいっぱいと思ってお昼ご飯を食べなかったので、夜ご飯もなんか疲れちゃって、あ、そう、昨日ねアキさんがピザをなんか
終わってからピザを頼んでくださって、あきさんマネージャーさん、なんかあきさんが準備してくださって1枚いただいたんですよ。初めてパイナップルが乗ったピザ食べました。と耳にチーズが入ってるって、すごかった、美味しかった。そう、それを食べてしまったからなんか全然お腹が空いてなくて、そう、もう疲れてもずっとそばでハーってなって、でそれでさ、なんだっけ、なんだっけ、夜にでも覚えたい曲あったからそれやってたらめっちゃ甘いもの食べたくなってしまって、パイナップルジュース、こんぐらいの、こんぐらいのパイナップルジュースパックを2、3本飲んでしまって、でそれでみかんも2個食べて、めっちゃそう食べたくなってしまった。いただきます。マジで本当に、職場からこっそり見てる、バレないようにね、バレないでね。マジ昨日めっちゃ疲れたの。今ちょうど休憩中なのかな、昨日しぶりちゃんの前で、まあさ、秋吉さんとのさ、とさ、秋吉さんとさ、あの若菜さんのさ、あれちょっと見てるこっち側もめっちゃ恥ずかしくなった。わかる、みんなも課題やばい、終わんないと。本当に見てるこっちも恥ずかしくなってなってた。まあ、いおりさんと、え、うどん屋、うどん屋開店みたいなって話してた。うどん屋できちゃったって話してた。めっちゃ伸びてる。え、面白かった。でも若菜さんの反応めっちゃ面白かった。あの村上若菜っていうその名前が出てきた瞬間の若菜さんのあれが面白い。なんかね、お泊まりしようって本当にずっと話してるんだけど全然予定が合わなくて、やっぱ年末だからさ、家族、おじいちゃんおばあちゃんと集まるとかも多分あるじゃん。でミナは今年中は集まらないから、東京に行けないから、そう、あのあれなんですけど、ミナんちおじいちゃんおばあちゃんに近かったのか、近いかなんかだから多分集まるじゃん。でクリスマスが24も25もバックダンサーと公演だったから、あれで、そう、あれでした、できなかったから。でも本当に早く渡したやつあるからお泊まりがしたい。どん兵衛これしか食べたことない、きつね、こういう時に箸の持ち方ってマジあれだな。それは私にエピソードあげるために、え、何のことかな。1月5日が楽しみだな。初めてひななさんと出る。昨日は愛知さんと初めて出てるんですけど、あの結構新名とか隣とか独語も最初に出るとことか同じなんですよ。で、あのハイチーさんの髪型が可愛すぎて、本当にあのキュンみたいな感じの髪型が可愛くて、ちょっと先輩をいじってしまったかもしれない。隣見て、え、可愛いですねって
なんか辛くないな、面白くない。追加した。かやんちゃん配信でしべちゃんとお買い物行った。そう、お買い物に行った。あのね、だからね、3日連続ぐらいだったのよ、みんなカレンレンと。この前待って、くしゃみでしょ。なんか全然辛くないんだけど、なんで？全然なんか七味がな、入れたのに。どうして？あるな。見に来いよ、見に来いよ。辛さ感じない体質。いや、みんな感じる感じる、全然辛いの感じるよ。フレンネンとしぶちゃんがソロ声なくて本当に面白いやん。辛ラーメンは食べれないですね。辛いです。本当に、え、ちょっと待って、本当に味がしない、びっくりするほど味がしない。3度目の正直。あ、いいんじゃない、見て見て、わかる。あ、おいしい。わさび食べれない、てか食べたことない。あるかね、でも食べたくない。うん、おいしい。美味しいよね、どん兵衛って、わかる。噛んでる、噛んでるやろ。あ、多分わかんない、噛んでる、噛んでると思って。うん、うわうまい。14、15、それはスケジュールいつ出るのかな、わかんないけど、まあ楽しみにしとくがよい。皆のども、みなちゃんダンサー上達した。いや、みんな自分で上達したとか言えないですよ。まだ昼ごはん食べない。いや、ラーメン食べたよ、豚骨ラーメン。なんかキャベツとか炒めたやつ上に置いて。自己紹介 MC のお母さんとの会話、最初意味が分からなかったです。いや、そう、みんなね、みんなも話しながらね、なんかあー絶対みんな分かってないだろうなーとか思いながらさ、終わってきてさ、中盤にしに着替えてる時、着替え終わったとか、ななかちゃんとさ話してて、みんなが話し始めたらみんなちょっとクスクス笑ってて、それも面白かったって言われて、えー、それなと思った。なんかみんなさ、みんながさ話したらなんかちょっとクスクス笑ってるのよ、なんでって思った。
なんで笑ってるのって、どうしてって思ったよ。ちっちゃいのじゃ足りない。あ、当日券取れたんだ昨日。美味しいこれ辛っ辛っね、麺類はたね、うどん食べるの早いと思う。美味しいごちそうさまでした。好きなキャサンリオはハンギョドンだよ。ハンギョドンが好き、私は。とてもなんで好きかわからない、なんとなく私の勘が言ってるのさ。でもクロミちゃんとかも可愛いよねうどんはそば、絶対うどん。なんかね、そばは昔東京行った時に蕎麦屋さんでざるそばを食べたんだけど、そこのざるそばのこうつゆがしょっぱすぎたのがなんでか分かんなかったけど、もう辛くてなんかここがイガイガしちゃってざるそばがあんま食べれなくなった思い出があります。はい、オッケー任せる。え、なになに、なんや、なんだなんだなんだ。うどん同盟、うどん同盟いいね。メロンパン同盟最近動いてないの。ちょっと待って、あれ見な、トゥントゥン、あれ見な、ハウスちゃんボスか。違うとこ、日が本当に楽しみだ。ひならさんのポジションって最初とかに結構絡むっていうかあれが多いんですね。でその話をこの前のバックダンサーの時にした。本当に面白い、本当に面白い、本当に大好き。かゆい、足がかゆいよ、みんなかゆいよ、どうしよう。好きな、うん、好きなサンリオ、オッケー聞いてみるわエミリーさんは本当にエミリーさんの顔とかもうスタイルっていうかとかが本当にタイプすぎて、最近本当にタイプすぎて、あのこの前とか錬金バックダンサーとかに出た時に楽屋に DMM が載ってるテレビがあるんですよ。 DMM みたいな、それを
見ながら、あエミリーさんって本当に可愛くて美しい方だなって思って、本当に本当に美しい方だなって思ってます。私は痒い足が本当に痒い。この最後ね、それな思った自分でも、なんかななかちゃんだっけな、違うわ、そう昨日一松霊隣だから一松霊、そう一松霊私隣なの。いやお見送りで気づいてもらえる、なんかあれ坊さんとかさ、あしらの母さんって帰ってくださったら分かりやすい。春菜ちゃんのお友達もがみんって書いとるで、ななかちゃんのファンの方見たことある、なんかななかちゃんのあれでツイッターでもなんか見たことあるかも。さなちゃん、春菜、春菜連れてこーい言ってくれ、負けてない、こういうところみんなもあの蚊に刺されてプクッとなってこうやって爪でガーッてやってくれた、こうやって切れてくれてありがとう、いや来てくれてありがとうございました。昨日はそうなんか大体だいたいなんかさ、アイドルになるとさ、そのファンの方のこのあれが分かってくるよね。だから例えばココロちゃん、はるな、心春菜さなちゃんでしょ、ではーちゃんは、はーちゃん、まゆかちゃんとか、おはなちゃんとか、ともかちゃんは、うん、男性の方のあれあんま聞かないかも。青のブルトン、なんかさ名前がパッて出てこないなんて本当に嫌だと思う、みんなお見送りで。そう分かってる、猫のうちは、あ猫のうちは、えめっちゃ、えそれどこに売ってるのって聞こうとした方だ、みんな、あ分かるよ、あー分かる分かる、それで気づかれないように頑張らないと、いや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 反対でしょ。ポヤちゃんついてみて、なんかねショールームではね見たことあるよ、ショールームでも、まあ、ななかちゃんの配信行ったらおった。でもねツイッターでも多分見たことある。宿題はやばいです、こんにちはやって、お友達、友達修羅場が怖い、ミクさん、全部名前全部ね、そういうの思ったら変えてくれた、赤くる彼をサトシ、サトシさんだ、セリアなの、あれセリアなんや、へえ初めて見た、みんな噂通りしびちゃんの記憶力すごくて、だってあの頭が良いのでね、私は頭が良い、日替わり制とか見ました、ありがとうございます、
しかった？早くみんなでしぐちゃんなくしから連敗したいに、ね、さあのあれやでさ、あれでもみんなさオンライン握手会入ったことなくてさ、あれどうやってんのかな、時間と決まってるの、それともこの部だったらいつでも入っていいですよみたいな感じなの、それで入ったらあもうすでに何人あの入ってる方いるのでだいたいこのぐらいの時間ですとかって言われるのかな。2023年はもう必ず覚めないで本当にお願いしますよ、あなちゃんお願いだよ、本当に貯めないでね、貯めないでね、ちゃんと私送ってるんだから、そう貯めて見てなかったらリナとの写真とかも見逃してるかもよ、大体あの OK 向け猫うちはね手がかい分の1時間くらいならいつでも入れるの、だから連番もしもするとしたら私入った、じゃあ私も入るって感じってことなのかな、わかんないんだよね。メリークリスマス、メリークリスマス、そうさあ24、25にさあのなんだっけ24、25にさショールームしようと思ったけどさできませんでした、悲しいよ。1月号リセットいきます、へえ楽しみだな。なんなかちゃんのうちは持ってくるっちゃろ、知っとるけん、みんなもモガミン、私もモガミンやからみんなも持ってくるかな、なんなかちゃんのうちは。ね、本当に優しい、なんなかちゃん本当に大好き、なんかさ名札みんなつけてほしい、ここにサナちゃんやったらサナってガムテープに名前でも書いてオンラインで電話、オンラインで電話は普通しないのか、かんね、なんで反省なんだろうね、なんかね着る T シャツがさあ部屋にある、モフモフ取ってこよう、バイバーイ、ちょっと一旦お待ち、下これなの、よいしょ、みかん食べたい、みかん食べたい、初見です、嘘やろ、まやかちゃん嘘やろ、いつかまやかさん100回目の訪問です通知が来るとみんなの、みんなに見えるあれで来るんだよ、いい来るんだよ、分かった、ね、本当にちょっとみかんが食べたい、チーズケーキ、そう、みんな変換がこの世で一番ってぐらいちょっと嫌いんだって、おばめはひらがな多めかも、みかんあるけどみんなさみかんさあのさ白のさあるじゃん、あれ全部剃っちゃう派なの、水で洗ってだからすごいちょっと時間かかるけど食べたいなって思ってる、時間間に合うかな、みやりんちゃんはじめまして、以前お邪魔したことありました、忘れたんですか、もしかしてですけど忘れたんですか、わ
まゆかちゃんもうちょっと早く来とったら見て、食べとったのにもう食べ終わってしまう。あ、よきっとんの、もう食べ終わってしまった。白い、なんか白いやつなんか取りたくなってしまう。いいの、みかんに栄養は求めてない、みかんは味を求めてる。私は藤子ちゃんが31日はハウステンボスで年越しなの。え、みなもわかんないみなもわかんないの、初めて。なんかだから年越しハウステンボスだから、なんか一回その昼読みだけ帰るのか、夜が終わるのを待って寒にしちゃおう。もう渋い皆さん、距離感距離感、会いたいな、会いたかった。さなちゃんからも来た。ここてん、ここてんあんま悪いんだ、ココハ様。いやさあ、リットチャームの声見てないからココハ様になって経緯がわからないんですけども、ここてん一番最初のあれしかもわかんない。ダーリンダーリン、ちょっと待って、青い次、青い次が見えるじゃないかみたいな、はい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 みたいな曲やろ。さあ、もうメール始めて偉くない、オタクって純粋みたいなこと書いとったね。マジみんな本当にキモいわ、いろいろ知りすぎてあと世界で一番幸せだねみたいな、自分で呼ばれたらだなって言ったら、お母さん、え、かわいい、かわいいなあゆめちゃんって。世界で一番幸せ、全部一人や、本当にそれな、本当にわかる。みんなもなんかみんなのこと、ファンの方のことも全部知ってる気分になってしまって、脳みそのみんなの記憶、覚えてることの半分多分ファンの方の情報で、その残りのだよ、ほら8分の3が、8分の3が振り、違うな、8分の3.5振り、8分の3.5ファンの方、8分の1勉強。まあそりゃあれですよね、会いたいよね。え、怖いです、怖いな怖いな怖いな、反対やろ、春菜が私に会いたいんだろ、ガチで。マジ前回のショールームで話し、初めて話したとは思えないこの関係性、私ってすごいな、フレンドリーだ。3月アンダーユナイト回らない、そうなのかな、わかんない。さっきみなちゃんの、くるみちゃんや、くるみちゃんや、ちょっと待って、みんなさ、あれやん、なんか誰だっけ、くるみちゃん、はるな、どっちやったっけ、アンサー、あっ、そう、くるみちゃんか、オケラかっこよかったって言ってくれた、ちょっと嬉しかったっす、嬉しかった。なんかくりなさんっぽいな、なんかでもカレンデンにさ、めっちゃ本当にくりなさんに似てるって言われる、なんか顔も声も雰囲気もって言われて、えってマジで、似てるの、似てるもんな、
それはフレンドリーの極みだよね。これをあれだな、先輩にもあれ出せたらいいのにな。私はマジで自分から生きるのクリナさんとヒナナさんくらい。いや違う、ヒナナさんはみんなちゃんって言ってくれるから嬉しい。それで話す。なんか似てるっていう人もいるし、似てないっていう人もいる。レナさんは本当にめっちゃ好き、大好きやけど、大好きやし話したいし写真も撮りたいし、もう一緒にスプラとかもしたいけど一緒にスプラしたいけど話せない、自分から話しに行けないっていうのが、まあ私のねあれですね。なこさん存在遠いって、ちょっとなこさんは可愛いよね。なこさんって本当に可愛いと思う。真面目ななこさんのHKT ビンゴの缶バッジ持ってることが誇らしいもん、ね、めっちゃプリンセスじゃない、リノさんって。わかる、なんかプリンセスって感じ。ホテルのスイートルームにいそう。わかる、なんかベッドがこうあってこっち側が窓がバーってなってて、ここに海が広がってる部屋に泊まってそうね。真っ白のシーツに前にテレビがあってっていう、ここにガラス張りのお風呂があって、いや分かる、分かってほしい。これね、住んでそう、住んでって言うのさ。面白い。逆になんで緊張するのかもわからないんだよ、自分で。ひなのさんとか全然緊張しないし、だったらもうひなのさん笑いすぎて豚鼻になっちゃうもん、みんな笑いすぎて本当に豚鼻になっちゃうの。歌場合なんて本当にってなっちゃうぐらい本当に。私のこのアカウントのフィルフィル開いてみ、アカウントのプロフィール、え、これちょっと待って、ごめんなさい、見えます、チータも一応こっちで開く。スカーヒーで一番幸せだね。なんかさあれだな、え、これドンキ、ドンキ、ドンドンドン、ドンキ、ドンキ、わあ豚とひよこがおるやん。え、わかる、さやさんもプリンセス。ドンキに行ったらこの子たちがお出迎えしてくれたの。いいストーリー、本当に。さやさんはちょっとマジでプリンセスすぎて、プリンセスがマジで似合う。ディズニーで言ってもわかんないもん。なんかディズニーってさ、結構実写版とかさできてるじゃん。あれさ、さやさんがプリンセス役でも絶対わかんないと思う。パンされちゃうんだ。しゅうりさん来て、オタク人生まだも続きそう、よかったです。あ、何やったっけな、なんかさマラソンみたいなあったじゃん、クリナさんと葵さんとザワちゃんと、ザワジとサエさん
何やったっけ、アイティさんもだっけ、ね、違うかな。でなんか前あってさ、それでファッションショーみたいなやつでさ、さやさんがドレス着てる人じゃないですか、ザワちゃんと。あれやばかったもん、マジで結婚式かと思った。え、みんな結婚式見に来てるって思ってしまったもん。そう、あれみんなってこれ、これ2022年って思ってしまった。さやちゃんプリンセス、渋井みなさんはエッセンスってこと。みんなもお嬢様やし、お嬢様やし、私もお嬢様なれるし、プリンセスなれるし。拾うな、かぐな、かぐな本当に面白いな、もう本当に面白いと思う。みんなも寝れるし、赤ちゃん年末何するの。私赤ちゃんじゃないから答えないよ渋ちゃんは公園で走りまった。小6の時とか10月とか、あ、何もないです。みんなのコメント先生が高すぎて乾杯だね。本当にそう、なんかみんなのさ、ファンの方ってさ、コメント先生高いよね、わかる、面白いもん。まああれ、推しに似るって言うじゃん、絶対それだよね。推しに似るって言うじゃん、みんなが面白いからさ、ファンの方も面白いんでしょ。みんなのショールームを見ることで、その見てる方の面白さが上がるっていうね。渋井さんね、違います、渋井ちゃん、渋井みなちゃん、みなちゃんって呼ばれてやばい。昨日ね、まるさんがさ、みなちゃんってさ、は呼んで、呼ばみなちゃんってまるさんに呼ばれてさ、まるさんも、え、初めてみなちゃんって呼んだんだけどって言われて、みなも、え、初めてみなちゃんって呼ばれたんですけどって思って、面白かった。めっちゃ違和感あった。今日から思いつけるけど、お餅いただいた。みなはパリパリに焼いて醤油つけてあれです、言いかけてみた。ハルナとバチバチだな、おもろい、バチバチよ戦いだ、自分で剥がられる。面白くなくてすいません、もうそれが面白いと思う。みなちゃん面白いからコメントしたくなっちゃう。もうなんか、私はコメント面白くない、コメントですっていうのも、なんか私は面白く感じてしまう、とても変な人か。星星渋いみなちゃん、星なんだ、もう死んでるから真面目な頭いいよ。まあ、そういうことにしよう。私にはまあまあ太陽でしょ。あーはーはーはあーはーはは。そう、私にはね、三期生さんとプリンセスサイさんからキッズナコミックさん、ね、2時間ってやばいな、やりすぎだ。心に甘くすんのいいの、いいんか。どうする心、もう春菜に、心に、なんだなんだなんだ、うちのルームはどうなってんだ、うちのルームは、渋井美奈のルームはどうなってるんだ、うちのルームはどうなってるんだ。首が危ないから仕事に戻ります。またね、それ首はダメよ、頑張ってお仕事。なんかさ、そうコメントが面白いからやめれないよね、少年。お尻が痛い、ずっと座ってるとお尻が痛い。ちょっと寝ようかな。
しいでしょ。ちなみに頑張れば泣く歌が連れてこれる。じゃああれだね、なこさん推しの方でなこさんが卒業されてしまったら誰を襲うってなってる方とか連れてきて、 HKT のお宅を辞めさせないためにもう HKT のファンでいてって思っちゃう、ずっと。そうだからみんななんか卒業されちゃう方のファンの方とかで誰を次誰を襲うとかをさ迷ってる方いたら渋いみな渋いみなって言ってね、連れてきて連れてきて連れてきて、あの迷ってない方もね連れてきてね。曲中だったら甘々だと信じてるからいっぱい褒めちぎってあげる。ちぎられたくないよ私。褒めちぎる、ちぎるな、暴力だよ。日常公演の時間まで前に辛い人いっぱいだから連れてくるね。オッケーオッケー連れてきて。一夜の高速です。であんなに、渋い味な宣伝隊長。そうだよ、確かに。なんで首って言うんだろうね、死ぬ時とか首あれなのかな。褒めまくるってこと知ってるわ知ってるわ。じゃあ逆にみんなが褒めてあげようか。みんなが褒めてあげよう。まあ、うららとゆうきに集まってる。え、はるなちゃん、はるなちゃんだって。久しぶりにはるなちゃんって言った。久しぶりって言うほってもないけど、はるな、うららちゃん推しなのかな。え、ちょっと待ってくれ。それこっちにも釣ってきて、引っ張って引っ張って、半分ぐらい。さっきのおすすめ聞かれたら渋谷の速度言って、ああ最高。渋谷、昨日渋谷の新規を連れてて、あ一緒にいた方違うかな。褒めてくれるの大吉、いいやつって言ってくれて優しい。タギアンさんの方がいいやつ。ポリポリ書くな書くな。次渋谷ちゃん出てる公演いつ見に行く。5日にあれだよ。で、うん、違うよ、泣く男が裏に行ってんのよ。私はしびしびなちゃんだよ。だよねだよねだよね、よかったよかった、それはよかった。安心です、安心です。何が安心、安心です。ツイッターのプロフィールにしびみな宣伝隊長追加人え、あり。もうみんな隊長になって、みんな隊長になっちゃって、え、てかさ、明日どうしよう。お昼ぐらいにさまた配信しようと思うんだけどさ、なんか料理配信したいな。みんなの料理のうまさをみんなに見せつけてやる。え、連れ出てきてるよね。ずっとも。おはなちゃんあれでしょ、みんながもう友達感強すぎて褒めれないんでしょ。友達だよ。チャーハン作る、カレー作る、どうしよう。なんかさ迷うよね、ピンと見なってピンとこないと作れないタイプだからさ。ちなみにお披露目のテレビ見てからずっと渋井さん行ったからだからね。あらもあらもあらも、それは嬉しいだけ。なんか最近顔に肉がついてきたな、やばいな、食べ過ぎだ。その昼間は見られたもん。上がりました。自販店作るケーキの試作試作する。オムライス好きやけどな。でもなんかね、みんなやるんだって兄弟が。そう、ママとパパ仕事だけど、
だからご飯作るなら全員分作んないといけない気がするんだよ。このお肉がここねえ、てか見てほしいのある。見て、なんか前より筋肉ついたくない？ここの腕なんかこれここやばくない？ここなんかね、こうやった時にさ、ほらここにね、こうやるじゃん。さあほら、わかる？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 なんか特に意味ないのにコメントでもエピソードつけて返してくれるの超おもろい。すごいでしょ、みんな。すごいでしょ。もっとみんなのこと好きになるからつけた方が嬉しかろ。マジみんなもともとあの見とる側やったからわかるけん、みんなの気持ち。マジで発生さないに信じられないから、パブちゃんすぎる。8歳、お酒飲めるやん、お酒飲めるやん。ろうね、そこから。でもさ、ここついて、ここにつく全部だから腕が。でしかもさ、踊る時ってさ、マイクって左手で基本持つから、結構左手の方が筋肉つくのかなと思ったら逆で、もうこっちを動かすから、もうこっち全然力がさ、筋肉なくてさ、だからあのリセットのさ、チーム A、これあるじゃん、これめっちゃみんな苦手なわけ。もうなんか筋肉なすぎてこう、なんか全然安定しない。こうやってる、こうやってこうやってできるじゃん、チー、こうやってこっちできない、できないの。なんで？さよってならないよ、オタク心ちゃんと分かってる。みなちゃん天才やね。そうよ、みなちゃん天才、さすが天才。左右の太さ比べでもね、意外とね、ちょっとこれ脱ごう。あれなの、しゅうちゃんのままも1月から撮りますね。やった、それみんなも場面撮って。もうすぐでさ、1月年明けちょうどいいじゃん。見る？なんかね、よいしょよいしょよいしょ、こんなことしてるのね、わかる？こっちは力をね、こうやって入れた時にここに筋肉が、え、わかる？なんかね、これ普通じゃん。でさ、まあ筋肉入るとさ、なんだけど、ここが、ここにめっちゃ筋肉ついてんの。ここがこうなったらわかる？ここ。でもこっちは、こっちから入れるのも難しいの、全然ほら、え、わからないか諦めた、もしいらない。そう、ちょっとでもこう見たらさ、太さが違うとわかる？ここの、ここの太さが違くない？違うかろう？それがちょっと私嫌なんです。嫌っていうか均等にしてほしい。左がつかない。なんで？おかしいよね、これって。あ、やべ。上腕三頭筋。なるほど。今年の体育祭のテーマパワーやったな。ねえねえ、知ってた？このね、前ね、何回か来たことあるけどね、このね、モフモフってね、サメなんだよ。ほら、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 尻尾もあるよ。なんか南極にさまよった人みたい。
青ずきんちゃん、秋吉さん、本当に秋吉さんって面白い。トナカイ可愛いよね、思ったね。トナカイ可愛いなって。トナカイ行きたい。みんなが、みんながみんなを連れてく。プレゼント配りに連れてくよ、みんなが。一人で15人を背負って。するよ。ゆうちゃんの配信オタクと話してるかって、もう私がオタクだもんな。そうなんだ、しもさんが置いてったやつなんだ。来たい。なんかお腹が空いた、みかん食べよう。ね、紙テープさ、それ確かにって思った後から、ってあれ衣装にさ紙テープ入れてるからさ、それは投げれないやんなって思った。ゆうちゃん紙テープ投げる時投げていいですかって、そうなんかさ投げていいですかっていうか、当たった時にちょっとあれだったからさ、あったりす、だから当たってその奥に行った時にこの毛みたいな感じになったのがあれだったから、ちょっと一応一回確認していいですかって投げた。それで稲は前回とかってあれで紙テープを取ってくださった方に、お見送りの時紙テープ取ってくれてありがとうございましたって絶対言いたいと思ったから、そう昨日言えて嬉しかった、紙テープありがとうございました取ってくれてって言えて私は嬉しかったです。トナカイやるって言われたらやる、やりたいですっていう。え、それなみにも投げられて、投げられてテープ持ち帰っていいんだね。そうでさ、紙テープさ最後あかりさんに渡すじゃないですか、でーんって、その時にさめっちゃ引っかかってしまって申し訳なかった、他の方に。でみんなはあのさ前の方の あそこの席じゃなくて、お見送りの時あの動かない椅子のところまで投げたい。もうな何々隊流行ってるやん。夜の夜に会おうね、ようやく自宅に住む僕たち。
来るのだろうか。ジェットは紙テープが届くところに座ってもらうかな。奥の方でも届かせてみせる。でもそれで言うとみたら昨日動かせる椅子の一番後ろまで届いたよ。4列目か。あ、じゃあみんなのさポジションっていうか位置がさ花道のさここなのよ。立ち見ってさこっちなのよ。リノさんに当たっちゃうよ。あれだよ、当てたくないよ。てかそう、みんなちょっと来そうだ。そうだ、思い出した。私が何をしたかったと言いますと、あー本当に昨日楽しかった。僕たちのロマンス、鐘が鳴るそれまでに君はここにいるのだろうか。わー、フュージョンヌーチャーの人結構いて、なんか昨日さリサッキーとロッキーがサーヤちゃん、リサッキー、ナナカちゃん、ミナでレモンのあのうちわあるじゃないですか。あれがナナカちゃん、ミナ、リサッキーみんなピンクなの。そう、みんなピンクなのよ。そろそろ終わろうかな。てか本当にマジこれ3回目だけどさ、明日どうしよう。配信作るもの
どうしようかな。ユーチューブの配信見ながら2000字のレポート書き終えて提出した。え、すごい。それは2000字ってすごいよ。めっちゃ多いよ2000字って。うん、すごい。皆さんめっちゃ苦手なんだよね。今日まで学校だったから明日から何でもいい。明日もお昼かな。待って、今何時。わあ、ちょっと待って待って待って、どうしようかな。指壊す。花さんの魅力なら2000字でいける。いけるかも。でも花さんは本当に可愛くて、もう可愛くて。麻婆豆腐、あれが麻婆豆腐の素みたいなやつ。あり、丸宮の。わあ、手紙やったら届くの楽しみ。チャーハンどうしようかな。うん、てか待って、今さミニトマト食べたいってさ、あれだから、みんな口内炎があってミニトマト食べるのちょっとあれだって、口内炎なくなってる気がする。うん、嬉しい。可愛いって、そういうみんな可愛い2000字分書くよ。何回可愛いって書くの。そしたら2000÷3、6666、666回書くの。書いて終わる。でも名前とかあるとして、ちょっと待って、待ってね、ちょっと待って待って待ってね、待って、16時間前って何分？何時？16時間前。16時間前って。
0時前か。ってことは分からん。まあ、いや、クリスマス終わって悲しい。私は今からちょっと寝ようかな。寝るか踊るか宿題したくない。じゃあバイバイ、おやすみ。バイバイ。やべ、シャクシ。あ、見て、リップモンスターの新入りが来たよ。ラスボスが先輩、水晶体のマダム。めっちゃいい、本当にリップモンスターって。だってこの中リップ4本入っとう。めっちゃ青い。うさぎさんポーズ、何それ。耳だよ、うさぎって。だからね、本当は人間がうさぎさんポーズをするとね、こうなるの。だってこうなったら耳が4本になっちゃう。じゃあバイバイ、ありがとうございました。たくさんのギフトに、コメントに、面白いコメントに、たくさんのギフトに。なんかめっちゃさ、視聴者っていうか6000人やばくない？普通に多くないってびっくりなんですけど、まあ2時間やったからか。スクショしようと。クリスマス限定個別生写真買ったよ。だってやった、ありがとうございました。ありがとうございますか。あ、やべ、ランキング読んでない。危ない危ない、なんか忘れてると思った。そうね、生写真売ってました。なんかこういうやつ、なんかさこんなこともやってみるかって思ってさ、これこんなことしたらさ使われてしまった。恥ずかしい。みんなと違うでしょ、みんなやってない。じゃあ読むよ。13位甲子園の48赤だよ。さ、カレーネンとみんなが一緒の公園出なくてよかったね。12位がタカさん、ありがとうございます。11位がユウキさん、ありがとうございます。10位がロメオさん、日公園、ありがとうございます。9位がカゾウさん、ありがとうございます。8位がシーマルさん、初めてか、あんま来たことないけど、ありがとうございます。7位ケチャップ社長さん、ありがとうございます。6位がアシュラーのガスさん、猫のうちはまた持ってきてね、ありがとうございます。5位がパールちゃん、ありがとうございます。たくさんコメントありがとう。4位がタキアン、いいやつ、ありがとうございます。3位がトールさん、ラーメン見たよ、ありがとうございます。2位がおいちゃん、ありがとうございます。5日も楽しみだよ、みんなまた持ってきてね。うちは1位がモンさんです、久しぶりっていうか2回目3回目とかじゃない。ありがとうございました。バイ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 。じゃあみんな、この後予定がない人は寝ましょう。2時間も画面を見てたら眠くなりますよね。わかります。ご飯食べたし、なので私は寝ようかなと思います。バイバイ、おやすみなさーい。やばい、目が。
ラムネ。おやすみなさーい。